自然を満喫できる非日常な行為、それがキャンプであろう、バーベキューしてテント張って野外で眠るとか、通常の暮らしにはないワクワク感がある。だが、非日常だからこそのホラーがそこには隠れている場合もあるのだ。時として怪奇現象に遭遇することもあったりなかったり。ここではそんな野外での恐ろしい恐怖体験を見ていくことにしよう。とある家族、夫妻子供一人がキャンプ場へと向かう道中、山中で深い霧に出くわした。霧の中に突入してから数分して車のエンジンが異常をきたした。父親は車を道脇に停車させ、夫婦は車体を確認した。走行しているうちに車内から子供の笑い声や話し声が聞こえることに気づいた。夫妻はごっこ遊びをして一人で遊んでいるのだろうと思っていたが、その瞬間車の後部座席のドアがバンと音を立てて開いた。子供は後部座席を離れ、スキップをしながら森の中へと消えていこうとしていたのだ。夫婦が子供を止めて何事かと問いかけると、魔女がキャンディーでできたお家を見せてくれるっていうのよと答えたという。夫婦はこの答えを気味悪く思った。結局車に異常が見られず、エンジンが正常に動くことを確認した夫妻は、子供を後部座席に入れると、そのままキャンプ場へと走行した。妻がふと窓の外を見ると、深い森の中に廃れた小屋がポツンと一軒あったという。とある男性グループがアメリカメイン州にある人気のない森深き場所へキャンプに行った。仲間の一人がこの地を訪れたことがあったからである。彼らはキャンプ地付近で別の人間に出会った。おかしいな。ここは滅多に人が通らないのに、と疑問に思いながら山中に歩を進めると、不気味なマスクを発見した。マスクは乱雑に作られているものの、その口元は不気味な意味を含んでおり、そのマスクを気に入った一人の男性が持って帰ろうとした。その道中で彼らは奇妙な体験をした。彼らの後ろを黒装束に身を包んだ物体が同じ速度でついてくるのだ。彼らはあまりの恐怖にその物体が何なのかを確かめることができなかった。どれくらいの時間が経っただろう。ついに決心を決めたグループの男性が後ろを振り向いた。その瞬間物体は消えていた。彼が手にした仮面に何かが取り付いていたとでも言うのだろうか。彼はすぐさま仮面をその場に投げ捨て、猛ダッシュでキャンプ場に帰ったそうだ。ニュージャージー州のパインバレンズは深い森に囲まれた海岸平野であり、ジャージーデビルの都市伝説が生まれた場所でもある。ジャージーデビルという生命体が実在するのかどうかは疑問だが、奇妙な目撃例は多数ある。とある一家が息子の誕生日を祝ってこの地の私有地内でキャンプをしていた。皆が眠りについた数分後、何人かが目を覚まし、外から奇妙な声が聞こえる。と訴え始めた。その恐怖から子供たちはテントの外を交代で見張り始めた。そして真夜中、数人がヤギの顔をした翼のある謎の生命体を見てしまったのである。ジャージーデビルに遭遇した少年たちは駆け足で家に逃げ込み、そこで夜を明かした。翌朝、テントはビリビリに切り裂かれていたという。2005年の春、とある学生グループがキャンプへと出かけた。キャンプ地に着き一段落すると、学生の一人がトイレに行きたくなり、人が通った痕跡のある道を使って他の学生らから遠く離れた場所に用を足しに行った。その学生はそこで地面に開いた謎の黒い円を発見したという。近づいて円を調べると、中央で大きな火を使った痕跡があり、つい最近消火したように思えた。火元にあった炭からはまだ少なからず煙が立ち上がっていたのだ。生徒は他にもキャンプをしている人たちがいるのだろう程度に思っていたようだが、彼が円の中心に置いてあるものを見た瞬間にその不気味さは際立った。円の中心には石、ろうや
鳥の羽が散りばめられていたという。それはまるでその場でつい最近儀式が行われていたようであったという。海外掲示板に投稿された実体験である。アウトドアをこよなく愛する女性投稿主はテネシー州の自宅の私有地にミニキャンプへと出かけた。太陽が暮れ始め、彼女はキャンプファイヤーの準備に取り掛かったのだが、定期的に爪で引っかくような音を耳にした。不思議に思ったが、音のする方には怪しい気配はなかった。シマリスなどの仕業だろうと思いながらも、彼女は黙々とキャンプファイヤーの準備を進めた。彼女が火をつけてリラックスしていると、再びあの音が聞こえてきた。恐怖を感じた彼女は、誰かいるの？と暗闇に問いかけたが、返事はなかった。しかし代わりに暗闇の中からすっと顔が現れた。その顔は全体に包帯が巻かれており、ところどころ見える皮膚はただれているようだったという。恐怖のあまり、震える手でナイフをつかみ、女性はその顔に向かって脅し文句をいくつか吐き捨てた。そうすると顔はまた闇へと消え去っていったという。そんな体験をした彼女は眠りにつくことなどできるはずもなく、一睡もせずに朝日が差し込む頃にはキャンプ場から早々と立ち去ったそうだ。毎年夏終わり、ペンシルバニア州のとある中学校では、近くのローカルパークへキャンプをしに行くという行事がある。そこで生徒たちは自然を学び、キャンプファイヤーを囲み、極上のピザパーティーを開くのである。夜は各々のテントへと戻り、一夜を明かすわけだが、いずれの生徒たちも、あるテントに泊まることを固くなに拒否する。そのテントは一つだけポツンと森の中に存在しており、深い闇から何者かに覗かれていると感じるからだそうだ。そしてついにある生徒がこのテントを遠くから眺める光る目を目撃したという。朝になるとテントから最も近い森の木々に爪痕が残っていたそうだ。昨年イギリスからアメリカ合衆国までキラークラウンと呼ばれるピエロがそこら中に出没していた。いわゆるドッキリの類なのだが、社会問題となった。キャンプ地もその例外ではないようで、森の中からピエロが覗いているという目撃情報を多発した。ひどい場合には森の中から出てきてキャンプを楽しむ人々に暴行を加えたピエロもいたようで、その時の目撃者はペイントボールガンでなんとかピエロを追い払ったという。キャンプ場で発生した最も有名な UFO 目撃情報と宇宙人による誘拐事件は間違いなく1976年のメイン州アラガッシュで起きたものだろう。8月20日のその日、とある兄弟と友人などが UFO に誘拐されたと主張した。彼らによると催眠療法により UFO に連れ去られたという。その中で彼らは地球外生命体に不思議な人体実験をされたそうだ。地球外生命体は4本の指があり、アーモンド状の目玉をしており、軟体生物のような四肢をしていたと彼らは証言している。キャンプで用心しなければならないことは迷子になることである。そのため2人1組での行動が基本となっている。しかしそういった場合でもミスは起きるもので、ニューヨークのアディロンダック公園のキャンプ場で一人の少女が行方不明となったことがある。彼女がその後発見されることはなかった。しかし奇妙なことに、数年経った後、その森で少女が走り回る姿がたびたび目撃されているという。キャンプに来た人々が彼女に話しかけると、彼女は森の中へと姿を消すのだそうだ。彼女と会話をしたというキャンパーは、キャンプに来たのだけど迷子になってしまった。家へ帰る方法を探している、と語っていたという。そこで彼女を連れて森を出たところ、彼女の姿は忽然と消えていたのだそうだ。